せーの、アタマッパギーやらけぼーしよーサラゴンでーすアロンでーすウニアツキですラトワイヤーすはい、今回はですね、あの前回絶対に反応してはいけないニコニコ動画レジェンドとかありましたね、そんな有名なやつを見てたんですけど、でも結局みんな反応しちゃって、いや、あんま反応してなかったあれもう大合唱になってたからさ、よかったもんね、みんなでね、ちょっとさ、もうちょっと我慢さすがにした方がいいんじゃないかとね、そういうこと。今回ね、もう一つ動画を用意したんですけど、はい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 、今回はニコニコ動画流星群です。僕の青春だ。これはもうね、ニコニコ動画内でね、もうニコニコ動画というもうファミリーですよ。はいはいはい、ファミリーの人たちがこう有名だった曲を全部こう詰め合わせて一曲のこう伝説の曲にしたっていうのがあるんですけど、これはもうね、ニコニコ動画好きな人はみんなツボを抑えた一曲になってるので、これを我慢するっていうのはむちゃくちゃ難しいと思いますよね。なるほど、もう終わらせない。いやいや、もう終わっちゃうじゃん。食べちゃうよ、さすがにさ。もう終わっちゃってるじゃん。さすがにね。でも前回があったから、今回はだいぶ反応ね、しないんじゃないかな、みんな。そうだね、ちょっとさすが前回はね、ちょっとさすがにやりすぎちゃったところもあると思うので、今回ちゃんとね、我慢して、僕たちがね、ちゃんと我慢できる男なんですよってことで、証明しましょうね。頑張ろうね。ちょっと頑張ろう。では早速やってみたいと思います。はい、それでは、ニコニコ動画流星群早速見ていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？ちょっとね、反応しちゃダメなんだもんね。オッケーオッケー。何年前だっけ？もう8年とか言ってる。それぐらいになるんじゃないですか？結構ね、あのタブブレードとかがね、流行ってたぐらい。うわ、懐かしい。もうね、よっしゃ、反応しないように頑張ろう。じゃあ耐えられるか。よし、耐えるぞ。はい、いきます。はい、スタート。ちょっと鳥肌が立つね、なんかでも始まりがね。ちょっといいですか？ちょっと待って、やめだ、俺いきなり泣きそうになる。やべえ。わかるけど、わかるけど、わかるけど、俺も鳥肌立ったから、わかるけど。やばい、ちょっと今、なんか地獄ってこんな泣けるもんね。あ、キザ、まあ15秒しか経ってない。やばい、ちょっと待って。時報あんだけうぜえって言ってたのにね、もう今ね、逆にね、ないからね、今ね、欲しがっちゃって自分がいる。いやー、ガンガンガン、よっしゃ、ダメだ、我慢しないと。そういう動画だもんね。そうだよ、我慢だよ、我慢しなきゃダメだよ。やばい、そうだよ、いくわ。はい、お前もう一回気合入れるわ。いきましょう、いきましょう。はい、よいしょ。夜遅くまで横浜を見ている時に午前2時ぐらいをお前さ、お前振りじゃねえんだけどさ、いきなり。いや、俺も一発目だったっけ。一発目だっけ？覚えてなかった。一発目だった。一発目に来る？ちょっとお前らさ、もうちょっと真面目やろうぜ。思い出すのも大事だけど、俺らは今日我慢するっていうのが。そうね、ごめんごめん。よし、耐えるんだよね。そうね、これ空耳でね、話題になってますよ。漫画も持ってたもん、俺これ。ね。いやー、いったわー。これは、さらにやばいじゃないですか。ちょっと、いつか。あー、ちょっと。俺なんていうのも泣きそうなんだ。明るい曲なんだよ。明るい曲。あのさ、俺疲れてんのかな。いや、まあわかるよ。俺もちょっと待って、これやばいかもしれんわ。やばいね、これやばいかもしれんわ。来た、入る、入るんだよ。うわー、もう懐かしい。あー、かわいいね。時間か、うらさか。あんたロリコンじゃねえか。ロリコンじゃねえか。バカやろ。いやいや、ダメだ。チーターマン、タイゾン出てきたね。うわ、これタイゾンが歌ってるやつだよね。
ンが倒せないわ、ちょっとね。倒せねえよ、こんなの。やばい、反応しちゃうよな、これは。マジ出てきたわ。なんだろうね、この感じ。鳥肌がまた、やばい、思い出す。やだ、泣いてまうわ。早いけども分かる、メルトはダメだって。いや、鳥肌立つのはやばいな。俺はダメだ、これは強いよ。鳥はダメだ、ちょっと強いよ、クララドはダメだ、強いよ。マイさん、ガキさん、もうダメだ。ダメだ、ダメだ、これ強いよ、これはちょっと強い。もう、待って、ちょっと待って、3分の1なんだよ。泣いてまーす。これはダメよ、ちょっと待って、お前ら本当に2回目言うぞ、うん、冷静になれ。お前じゃねえ。お前マジで、うわずっと鳥肌が止まらないんですけど、やば。あーゲームの映像とかもね。うわー、緑。うわー、頭が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 、もう帰っていいんだよ。まだ半分もいってないんだ。半分いってないんだよ。まだ半分もいってないんだ。いい映画だったよね。じゃがいもみたいな。こんなんじゃないですか。じゃがいも。じゃがいも。どかし潰して、どかし。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 うわ、ミックミックにしてあげる。ダメダメダメ、もう、もう、いや、これはもう拍手ですね。本日は
最高だよ2008年の俺が一応通り過ぎていってあの頃の俺だよいやとんでもないもの用意しましたね、マロンさん。見事みんな堪能してる。あっちゃんが一番堪能しちゃってるよ。俺が悪かった。ダメですよ。勝てるわけがなかった。勝てるわけがない。でもこのニコ動画なかったらさ、もしさ、俺たち RAB になってなかったかもしれない、ね、いやマジであったと思う。これがみんなのね、こうなんていうのか、好きなものをささらにこうね、固く強固にしてくれた部分はあるし、あのミクシーとかでさ、よくさこの曲いいよ、おすすめとか ね、みんなで聴いてみようみたいな感じで、すげえやったよね。一体感があったんですよね。だからみんなで面白いものがこうあってさ、それをこう人をまとめにして、なんか本当ネットの強さっていうのが共有できるって、ね、そう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 。でこういうのが出来上がって、みんながそれを見て感化されてっていうね。億千万のさ、うん、PV あるじゃないですか、うん、あれってその、まあ、電車にさ、うん、確かな、通勤電車に乗ってさ、こう下を見たらさ子供の頃の自分がこういるっていうさ、うん、そういう PV だったじゃないですか、うんうんうん。まあ、そんなことをね、自分たちのね、なんかこう今後の未来でそんなことって来るのかなっていうね、ちょっとあの時は思ってたんですけどね。今だ、今だ、そうなんだよ。今それが来てる、今来てんだよね、もう俺たちを乗せて、完全、電車走ってたでしょ。あの頃の俺たちが、ベータの俺たちの、そうだよ、そうだよ、おい、行ってまうねいかにね、自分たちの血肉になってきたかというね、この時代がね。いやだから皆さんもね、思ったコメントでなんかね、私はこの曲でとか、この子はこうでしたみたいなのがなんかあればね、教えてほしいななんて思いますけども。はい、はい、ということで、マロンさん、今回の企画、はい、僕たちの乾杯でした。はい、負けです。ダメです、無理。まあね、このこういった企画がまた続くかはちょっと今回で分かんなくなっちゃいましたけど、これやばいね。またね、皆さんと一緒にね、あのニコニコをまた懐かしめたらなと思っております、はい、では以上、2008年からリアルアルバムボーイズでした、はい、バイバイ。セイガチガチガチありがち、オタクにありがち。